レーザー演習作戦は第二次世界大戦中の1940年4月にナチスドイツが実行したノルウェーとデンマークへの進行作戦。1940年4月9日早朝にドイツ軍はデンマークとノルウェーに進行した。進行部隊のノルウェー上陸予定時刻はドイツ時間5時15分と定められた。進行の表向きの理由はフランスとイギリスが 両国の中立を犯して占領を計画していたことに対する予防的な措置であるとされた。侵攻後、ドイツの大使はデンマークとノルウェー政府に対し、ドイツ国防軍はフランスとイギリスによる侵略から両国の中立を守るためにやってきたのだと述べた。デンマークとノルウェーの地理や位置、気候は大きく異なっていたため、実際の軍事作戦は大きく異なったものとなった。 デンマークは侵攻初日の4月9日にクリスチャン10世とデンマーク政府は条件付けで降伏した。5月下旬までノルウェー北部ではイギリス・フランス・カナダ・ポーランド連合遠征部隊とノルウェー軍との戦闘が続いていたがフランスではドイツ軍がフランス軍を破ってダンケルクに到達する状況で5月25日には連合国派遣軍のノルウェーからの撤退が 決定された。連合国派遣軍の撤退とともに、ノルウェー政府と王家は、イギリスに亡命した。撤退作戦は6月8日に完了し、国内残留ノルウェー軍は6月10日に降伏した。1939年9月に、ドイツとの戦争は始まったが、英仏側にはドイツ本国に侵攻して、戦争を終了させる計画はなかった。そこで、主に経済的に、 ドイツを締め上げる方策が検討された。その中で注目されたのは、ドイツの戦争経済に必要な資源の中で、鉄鉱石と石油は完全に輸入に頼っていることであった。1938年に、ドイツは約2200万トンの鉄鉱石を輸入していたが、戦争の勃発とともに1000万トンしか輸入できなくなったが、このほとんどはスウェーデン産であった。 スウェーデン三鉄鉱石は、下季はボスニア湾のルーレオ港から積み出され、冬季は、その4、5はノルウェーのナルビック港から、1、5はスウェーデン南部のオクセロスン港から積み出されていた。ナルビック経由の鉄鉱石輸送は、ノルウェーの領海内を航行するもので、ノルウェーの中立を侵害しない限り、妨害することはできなかった。チャーチルは、終始一貫して、 鉄鉱石輸送ルートを叩く案の熱心な支持者であった。ノルウェーは戦争の開始とともに中立を表明し、ドイツはノルウェーの中立を支持したが、中立が侵害された場合、必要な措置を取ると言明した。この表明は他の中立国に対しても同様に表明されたものである。実際のところ、当初、ドイツにはノルウェーに侵攻する意図や計画はなかった。 1939年10月、ドイツの海軍総司令官、エーリヒレーダー元水は、ノルウェーにイギリスの基地ができることによる危険性や、そうなる前に、ドイツ軍が占領できるかどうかということを、アドルフ・ヒトラーと議論した。海軍は、ノルウェーを占領することでその周辺海域も支配下に、おけ、将来イギリスに対する作戦を行う潜水艦の、 基地として利用できると主張した。しかし、その時は、陸軍や空軍は興味を示さなかった。ヒトラーも北欧諸国が、中立政策の維持をすれば進行することは、当初考えておらず、フランス進行作戦の準備に注力するよう指示、しただけであった。11月下旬、戦時内閣の新しいメンバーになった会長、ウィンストン・チャーチルが、ノルウェー領海内への機雷施設を提案した。 それは、ドイツの鉄鉱石輸送船が沖合を航行せざるを得ないようにすることで、イギリス海軍によって、その航行を阻止できるようにするというものである。チャーチルの考えでは、ウィリフレット作戦はノルウェーでのドイツ軍の反応を引き起こし、そうなった時は、連合国軍は R4 計画を実行し、ノルウェーの一部を占領するというものであった。ネビル・チェンバレン首相や、 エドワード・ウッド外相は、アメリカ合衆国など中立国の間で反感が生じる恐れがあるとして、チャーチルのこの考えに反対した。11月にソ連とフィンランドとの間で、冬戦争が勃発し、外交状況が変化すると、チャーチルは再び嫌い不説計画を提案したが、却下された。12月、イギリスとフランスは、冬戦争で、ソ連から攻撃を受けているフィンランドへ援助を送る。 ことを本気で計画し始めた。その陸軍参謀部による計画は、フィンランド救援を口実に、なるビくへ部隊を上陸させ、なるビくとボスニア湾沿岸のスウェーデンのルレオとを結ぶ、マルムバナンという鉄道をコントロール下に置くことを求めていた。この計画は、チェンバレン首相とエドワードウッドも支持した。英仏両国は、ノルウェーとスウェーデンの好意的な対応を期待していたが、 ノルウェーとスウェーデンははっきりと拒絶したので、英仏では否定的な意見が強くなった。遠征計画の準備は続行されたが、1940年3月に冬戦争が終結するとそれを正当化する理由もなくなってしまった。この計画が実施されていたなら、英仏はソ連と戦争することになって、第二次世界大戦のありようは大きく変わっていただろう。 12月14日にアルフレート・ローゼンベルクとレーダー提督の圧戦でノルウェーのビド君ビスリングはヒトラーと会談したが彼はイギリスがノルウェーの同意のもとノルウェーを占領する可能性ノルウェー内の親衛勢力の動き自分の勢力によるクーデター案を述べ支援を訴えたヒトラーはクーデター案を支持はしなかったがクビスリングに 金銭的援助は約束した。3月12日にフィンランドがソ連と交わしてしまうとフィンランドへの援助を表明していながら何もできなかった英仏首脳は批判の矢面にさらされることになった。フランスでは3月20日にダラディエ首相が大臣して新たにポール・レーノーが首相となった。チェンバレンは首相のポジションを維持できたが批判を交わすために 以前は慎重であった、ウィリフレット作戦と R4 計画を支持する立場に転換した。例の首相は、ノルウェーでの戦争には賛成であった。3月28日の英仏合同戦争会議で、両国は4月5日に、ウィリフレット作戦を実施することで合意した。しかし、イギリス海軍の艦船のやりくりの都合で、実際の実施はさらに遅れ4月7日となった。 英仏がノルウェーの一部を占領する可能性を懸念したヒトラーは1939年12月14日に奥井に対してノルウェー侵攻計画の素案策定を始めるよう命じた。奥井作戦部次長バルター・バルリモント大佐のもと少数の爆僚によってまとめられたノールという名の研究案は陸軍の一個師団のみしか参加しないものであった。1月に奥尉は 海軍のテオドール・クランケ大佐をチーフとし、三軍より各分野の専門家を出させて、奥井の下で本格的な進行計画を練ることにしたが、秘密保持のため、異例なことにオック・ヤオークルは、計画立案からは排除され、立案グループは進行計画をヒトラーに直接報告することになった。計画の基本は、ノルウェー軍の動員センターのある都市を同時に奇襲し、 ノルウェー軍の体制が整う前に圧倒して、反撃の余地を与えないことであった。主要攻撃目標は、以下の都市であった。エゲルさんには、大西洋への海底電線のステーションがあり、その占領が必要とされた。オスロ、ナルビク、ベルゲン、トロンハイム、クリスチャンさん、エゲルさんに、海軍艦艇に分譲した陸兵を派遣して、ベーザー寺に上陸し占拠する。 1940年1月27日、最終的な計画に、ベーザー演習作戦というコードネームが付けられた。1940年2月21日、ニコラウス・フォン・ファルケンホルスト不評大将が、作戦の司令官に選ばれた。ファルケンホルストは、第一次世界大戦において、フィンランドで戦っており、極地での戦いに精通していた。その日から、ファルケンホルストと、 21軍団司令部の一部の参謀、クランケグループで作戦計画の見直しが行われた。3月1日に奥井はヒトラーの署名した総統司令 10A を発令して、それまで奥井と作戦立案者のみであった計画を3軍に公開したが、海軍を例外として陸軍と空軍からは相当な反発があった。奥やオークルの意向を反映して、 第7高架両兵士団や第22空輸不評士団などの精鋭士団は作戦計画から落とされた。ヒトラーと奥井は統一司令部の設置を望んだもののゲーリングが強く反対したのでファルケンホルストは陸上部隊に対しての未識権を持ちファルケンホルストの指令は奥井作戦部が海軍、空軍へ取り継ぐことになった。有望とも作戦の支援に回すため 大西洋での U ボートの作戦ほぼすべてが停止された。何隻かの訓練用のものも含め投入可能な潜水艦はすべてベーザー演習作戦支援のハルトムート作戦に投入された。クランケグループによるオリジナル案ではノルウェーには進行するとともに外交手段でデンマークの飛行場を確保する計画であった。しかしファルケンホルストによる見直しでは 空軍の意向を反映して外交交渉による不確実性を排除するためにデンマークへも軍事進行することになった。デンマーク進行のためニ個不評師団と第11装甲敵弾兵旅団からなるザビ軍団が編成された。また約戦機からなる X 航空軍団が全作戦の支援を行う予定であった。日照時間の関係から作戦が可能なのは 4月15日までで、それ以降は、ナルビクやトロンハイムなどでは、夜が短すぎて、奇襲要素は期待できないとされていた。ノルウェーは、第一次世界大戦後の歴代政権は、軍備を怠っていたため、質量ともに、危険な状態にあった。陸軍は、六個師団を持っており、平時には、一万九千人の定数であった。総動員時は、その五倍の兵力。それぞれ、 一ハルデン、二オスロ、三クリスチアンサン、四ベルゲン、五トロンハイム、ロックハーシュタに司令部を置いていた。1939年11月のフィンランドソ連間の冬戦争の勃発に伴い、北部の第六師団と二個独立不評大隊のみ、順動員状態であり、七千百人の兵力を持っていたが、その多くはフィンランドソ連国境の近くに配置されていた。 残りの五個師団は8220人の兵力であった。戦車と対戦車兵器は保有していなかった。ノルウェーに空軍はなく陸軍航空隊と海軍航空隊があった。陸軍航空隊は41機の作戦機を保有していた。空軍力増強のためにアメリカ合衆国へ戦闘機が発注されていたが、 これらの配備はドイツ軍の進行時には間に合わなかった。4月9日にはオスロ、ベルゲン、クリスチャンさん、トロンハイムの沿岸砲台は戦時定数の1、3の人員が配置されていた。ドイツ戦アルトマルクから運び出されるドイツ人の遺体2月16日、イギリス駆逐艦コサックがノルウェー領海内でドイツの補給艦アルトマルクへの臨検を行い、 アルトマルクから捕虜となっていた、商船乗組員を救出した。それは明白なノルウェーの中立を侵害する行為であった。この事件以降、イギリスによるノルウェーの中立審判は続発するようになった。この事件で、ヒトラーは、イギリスはノルウェーの中立を尊重する気がなく、ノルウェーの中立維持も当てにならないことを確信し、信仰が必要であると考えた。 3月12日、イギリスはノルウェーへの遠征軍派遣を決定し、遠征部隊は3月13日に乗船を開始した。しかし、冬戦争終結により、フィンランドへの支援の必要性がなくなり作戦中止となった。3月28日、英仏合同戦争会議は、ノルウェー領海内への機雷布設を実施し、それに続いて、トロンハイム、 なるビくへ兵員を上陸させることを決めた。4月3日、ノルウェー侵攻に参加する最初のドイツ軍侵攻部隊の艦船はドイツを出港した。4月3日、ドイツ国防軍情報局の搬送スター大佐は、デンマークとノルウェー侵攻が翌週であることをバチカンの情報中会社とオランダのベルリン駐在部官にリークし、デンマーク、ノルウェー、 イギリスに伝えるよう依頼した。しかし、この情報は正しい人物に伝わらなかったり、情報評価が誤ったりで、これら三国政府の動きに影響を与えることはなかった。4月5日、イギリス海軍のウィルフレット作戦が実行に移され、巡洋戦艦レナウンを含む艦隊がスコットランドから出港した。4月6日から4月8日の間に、 多数の追伴艦を伴った強力なドイツの水上部隊がスカゲラク水道とカテガット水道を通過するのをスウェーデンとデンマークに観測された。また、バルト海沿岸のドイツ諸行での慌ただしい動きやデンマークドイツ国境での不穏な動きも観測された。ベルリン駐在、スウェーデン大使はドイツ外務省に紹介を行った。4月8日未明に、 イギリス海軍によるベストフィオルド南方への機雷施設は完了したが、海中に転落した乗員の捜索を行っていた駆逐艦グローウォームがドイツ海軍に捕捉され、従順洋艦アドミラルヒッパー及び駆逐艦2隻との戦闘で失われた。4月8日、1115時にノルウェー南岸沖の国際海域でポーランド潜水艦オジェウにより、 ドイツの輸送船リオデジャネイロが撃沈され、約100名ほどがノルウェー艦艇や漁船に救助されたが、生存者は、制服着用のドイツの陸兵だった。ノルウェーでの尋問で、生存者は、ノルウェーの要請に基づいて、ベルギンへ行く予定だったと証言した。4月8日、イギリスとフランスのノルウェー駐在海軍部官は、ノルウェー海軍に、ノルウェー領海内に、 嫌い不説を行ったことを通知した。ドイツ軍の愛好戦車。デンマークのお弁論にて、1940年4月9日。戦略上、ドイツにとってのデンマークの重要性は、ノルウェーでの作戦の足場としてであった。そしてもちろん、何らかの方法で支配下に置く必要がある、隣国としてでもあった。バルト海との関係で、デンマークの位置を見れば、 ドイツやソ連への航路の支配という点でも重要であった。狭く比較的平坦なデンマークの国土はドイツ陸軍の作戦において理想的なものであった。そしてデンマークの小規模な陸軍には希望はほとんどなかった。だが朝早く少数のデンマーク軍がドイツ軍と交戦し16名の死者と20名の負傷者を出した。ドイツ側の死傷者数は不明であるが、 12両の装甲車などが破壊され、戦車4両が損傷した。また、ドイツの爆撃機1機も損傷した。短時間の戦闘の間、2人のドイツ兵が一時的にデンマーク側に捕らえられた。1940年4月9日の最初のドイツ軍のデンマーク侵攻の直前、ドイツの中デンマーク大使、セシル・フォン・レンテフィンクは、デンマークの外務大臣 EN。 ピーターロチェ軍文句に電話をし、会談を求めた。20分の会談後、レンテフィンクは、フランスとイギリスの攻撃からこの国を守るため現在、ドイツ軍はデンマークに向かっていると述べた。そして、レンテフィンクは、デンマークは抵抗をすぐに止め、デンマーク当局とドイツ軍との間で連絡を取るよう要求し、もし要求が入れられないときは、ドイツ空軍が、 首都コペンハーゲンを空襲するであろうと述べた。ドイツ軍の装甲車 SD-KFZ-223 と SD-KFZ-222、遊覧半島にて、ドイツの要求が伝達されたとき、第一陣のドイツ軍はすでに進軍を開始しており、4時15分に、ジェドザーに、フェリーで上陸した部隊が北へ向かっていた。高火量兵は、 抵抗を受けることなくオールボーの2つの飛行場やストロストラム橋、マザニドの要塞を占領した。現地時間4時20分にドイツ軍の不評船名が機雷不設艦搬送スタッドダン地飛からコッペンハーゲン港に上陸し抵抗に合わずにザシタデルのデンマーク軍駐屯地を素早く占領した。またデンマーク王族拘束のためドイツ軍は港からあまり遠方宮殿へ向かった。 ドイツ軍が到着した時、デンマークのこの遺体はすでに警戒態勢にあり、別の増援部隊も向かっている最中であった。あまり遠望宮殿に対するドイツ軍の最初の攻撃は撃退され、国王クリスチャン10世と大臣たちは陸軍司令長官、ウィリアム・ワイン・ブライアーと協議する時間を得られた。議論中、h e 百十一や d u 1の編隊がいくつか街の上空を飛行し、 コプロップ、ビラを投下した。コッペンハーゲン市民に対する爆撃の恐れに直面し、戦闘継続に賛成なのは、プライヤー将軍だけであり、8時34分に、国内のことについての政治的独立の保持を条件に、クリスチャン10世とデンマーク政府はすべて降伏した。5時45分、ドイツ軍の BF-110 が、シェラン島ワーロスの飛行場を攻撃した。 デンマーク軍の対空砲火にもかかわらず、ドイツ軍は11機の航空機を破壊し、14機を大破させた。デンマークの戦いは6時間未満で終わった。デンマークが素早く降伏したことで、しばらくの間は独特の寛大な占領政策が取られることになった。ノルウェー侵攻を行うのは、ニコラウス・フォン・ハルケンホルスト不評大将式下の21軍団で、 以下の部隊から構成されていた。最初の進行部隊は海軍艦艇で運ばれた。参加した主な艦船は次の通りである。ドイツ軍の上陸場所、ニコラウス・フォン・ハルケンホルスト不評大将の21軍団参加の部隊を海軍と空軍の援護のもとに、ナルビク、トロンハイム、ベルゲン、スタパンゲル、クリスチャンさん、オスロに上陸させ、一気に、 ノルウェーを制圧するというものだった。4月6日から8日の間に、リューベック、キール、ビルヘルムスハーフェンを出港した陸兵を乗せたドイツ海軍部隊は4月7日と8日の夜にデンマークスウェーデン間の水道を通過したが、この動きは両国に観測されており、その情報はノルウェー政府にも伝えられた。ドイツ軍の計画は可能であれば平和的に進駐することであり、 ファルケンホルストは最初の一発はドイツ側から撃ってはならないと陸軍部隊に指示していた。また、レーダー減衰も同様に海軍部隊に対して最初に発砲してはならず、ノルウェー軍の警告射撃は応射する理由にはならないと指令していた。4月8日未明から明らかに危機を示す多くの情報が寄せられていたにもかかわらず、ノルウェー政府は 迅速な対応ができなかった。ようやく4月8日が終わる頃にノルウェー南部に限定した部分的動員令を出すことを決めたが、総動員令がラジオ放送を含むあらゆる手段を用いて伝達するのに比べて部分的動員令は郵便で伝達することになっていた。動員令の初日は4月11日になっていた。ノルウェー政府は軍からのドイツ軍が 各地域で進行を始めている報告を受け、4月9日0200時頃イギリス大使に即時の軍事支援を要請するとともに、どのような支援が可能か、午後6時までに回答するよう要請した。ドイツ公使ブラウアーは、作戦計画で指示されていた通りの時刻、4月9日0430時に、ノルウェー外務省の図書室にて、ノルウェー外省コートに、 ドイツの最後通帳を渡した。その文書には、ノルウェーが自身の中立をイギリスから守れないため、やむを得ず、ドイツ軍は戦争の間だけノルウェーの一部を占領する。ドイツ当局の下で、ノルウェーの領土と主権は尊重されるが、ノルウェー政府は、放送で国民に抵抗の停止を指示し、軍備をドイツ軍に渡し、ドイツ当局と協力しなければならない。抵抗に対しては、 あらゆる手段を持って対抗すると書いてあった。ノルウェー政府閣僚は外務省で閣議中だったが、最後通帳を検討した結果、即座に全員一致でドイツの要求を拒否した。ノルウェー政府と王家は、その朝、オスロより1 3 0トル北のハーマルへ移転することになった。4月8日にドイツ海軍の動きを一部検知したイギリス海軍は、 官邸を対応させるために、すでに乗船済みの陸兵は下船させ R4 計画は中止となった。4月9日に、ノルウェーからの緊急の軍事支援要請を受け取った、ものの、ノルウェー政府、軍からの具体的な要求はなく、ノルウェー政府及び英物のオスロ駐在大使は、ドイツ軍から逃れるため移動中で連絡が取れなかった。ノルウェーからは、 未確認の断片的な情報が伝わるのみで、英仏政府はどう対応するか議論が続いたが、4月11日の終わりに、まずは第24警護旅団と第146不評旅団の6個大体相当を、なるべくへ送ることが決まった。一方、フランスの発案でスウェーデンに連合国側で参戦するよう、ストッカホルムを訪問した英仏連合施設団は、 スウェーデン当局者から絶対中立維持の回答を受けたが別にノルウェーを救うにはトロンハイムの奪還が一番効果的であるという助言を得た。4月12日には避難していたオスロ駐在イギリス大使とも連絡がつきノルウェー軍司令官ルーンゲが求めているのはやはりトロンハイムの奪還であることが明らかになった。そこでトロンハイムの重要性が 英仏側でも認識されたが、すでに計画されていたナルビック派兵の第一陣は、4月12日にスコットランドを出港していた。4月13日に第二次ナルビック海戦の結果が伝わると、ナルビックの奪還は容易そうに考えられたので、イギリスの戦時内閣は方針を変更して、第146不評旅団をナムソスに上陸させることにした。4月14日に、 第24警護旅団は、なるびくの北西約4 0トルのハ下に上陸した。これらの陸兵は、極地での訓練や装備を書いており、また、R4 計画の中止で急遽下船させられたため、重装備を書いていた。グループ1は途中まで、グループ2と共に航行した。途中、イギリス海軍の人級駆逐艦、グローウォームを撃沈。月日未明に、 グループ1は、ナルビクのあるオホトフィオルドに入り、ナルビクなどに兵員を上陸させた。また、ナルビク港では、ノルウェー海軍のノルゲ級解防戦艦、エースボルトノルゲが、投降要求に応じなかったので激震した。4月9日午前に、ナルビク地区の防衛司令官、サンドロ大佐は、市民の犠牲を避けるため降伏し、ナルビク市街と、 重要な武器弾薬貯蔵庫のあるエルベガーズマンは無欠でドイツ軍の手に落ちた。イギリス海軍はオフォートフィオルドに侵入して4月10日未明に第1次なるびく海戦4月13日に第2次なるびく海戦が発生したこの2度の海戦でグループ1のドイツ軍駆逐艦は全滅した4月14日にイギリス軍は なるびくの北西4 0トルのハーシュタに上陸し、6月8日までイギリスフランスポーランドノルウェー連合軍とドイツ軍の間でなるびく周辺で戦闘が続いた。ドイツ軍はなるびくを占領したが孤立しており、数的には連合軍は6倍近い優勢だったが防衛軍に有利な地形を利用して防戦に努めた。5月28日に連合軍は なるビくを脱回したが、フランスでの大敗により、イギリスは5月24日に撤退を決定済みだった。連合軍は6月8日に撤退し、ドイツ軍は再びなるビくを占領した。オスロフィオルド4月8日夜、グループ5はオスロフィオルド入り口に到着した。そこでアルバトロスがノルウェーの小海底ポル3を撃破した。オスロフィオルド内に入った。 グループ5は4つに分かれ、オスロ、ホルテン、ラウェイ島、ボレルネ島の攻略に向かった。オスロへは、ブルヒャー、リュッツオウ、エムデンなどが向かったが、途中のドレ爆バック水道で、ノルウェー軍の要塞から攻撃を受け、ブルヒャーが撃沈され、リュッツオウも損傷したため引き返した。これによりオスロ占領が遅れ、ノルウェー政府や王族の脱出を許す結果となった。ホルテンでは、 ノルウェーのキライフ節艦、オーラブ・トリュグバソンが抵抗し、R-17 が失われた。夜明け後、ドイツ空軍が攻撃を開始し、空路運ばれた部隊によって、ホルネーブ飛行場が確保された。各地のノルウェー軍は順次降伏した。4月11日、オスロから、人途中のリュッツオウがイギリス潜水艦に来撃され損傷した。 ドイツ軍の進攻後、連合国軍がナムソスやアンデルソーネス、ナルビクに上陸し、ノルウェー軍と共にドイツ軍と戦った。しかし、4月29日には、ノルウェーの国王と内閣とがモルデからトロムソへ脱出し、5月1日のアンデルソーネスからの連合国軍の撤退をもって、ノルウェー中部での抵抗は終了した。 香港7世とオーラブ王子や内閣は6月7日にイギリス従順洋艦デボンシャーでトロムスを離れイギリスへ向かった。北部では5月28日にイギリスフランスポーランドノルウェー連合軍がナルビクを脱回したがフランスでの戦況悪化により連合国軍は撤退した。ありがとうございます。